皆さんこんにちは。アクアショップわさび水草チャンネルをご覧いただきありがとうございます。今回は2023年1月29日の新入荷情報についてお伝えいたします。毎週その週に入荷いたしました水草レイアウト素材、そして水草用品の中からいくつかピックアップをしてご紹介をしていきたいと思います。で、今回はこちらの真っ赤な水草ルドビジアスーパーレッドについて解説をしたいと思います。その特徴、育成難度、育成条件、植栽ポジション、そして注意点と、この5つに分けて順番にお話をしていきたいと思います。まず一つ目の特徴、これについてはですね、もう見ていただければ非常にわかりやすいんですけども、とにかく赤い、もう真っ赤というかですね、もう鮮やかな、もうまさしく名前の通りスーパーレッドということで、もう水槽の中にあるともうパッとね目を引くアイキャッチになりますし、水景自体にものすごくメリハリがつきます。水槽自体を派手に仕上げたいなっていう方は、もうこちらのスーパーレッド非常に適任だと思います。育成難度については非常に優しいです。他の水草と比べても特に難しいということはなく、赤色の水草の中でも非常に簡単な部類となります。赤色水草というのは本来の真っ赤な色を引き出すのにあらゆる対策をしないと真っ赤にならないということがあるんですが、スーパーレッドについては普通に育成いただければ結構赤くなりますので、そのあたりはとても優れた特徴だと思います。もし今皆さんが育てている赤色水草の色が全然真っ赤にならなくて困っているって方は、過去の動画で詳しく解説していますので、画面右上に表示されているリンク先の動画チェックしてみてください。解決できるかもしれません。で、次に育成条件、これについては特にものすごく対策をしなければいけないってことはないんですけども、一般的な水草水槽の設備、非常に明るいライト、そして CO2 添加、そしてソイルで、プラスろ過が外部式フィルター。まあこういう風なね、オーソドックスな水草レイアウト水槽の設備であれば全く問題ありません。ただ、結構栄養具位なので、液体肥料については毎日添加していただくと良いかと思います。特に窒素、鉄、このあたりはしっかりと添加していただくと、本来の美しい姿を見ることができます。ちょっと栄養失調になってしまうと、歯がちょっとね、こう、矮小化するというか、もう、こじんまりして、色味も綺麗に出ませんので、液体肥料については非常に相性が良くて、しっかり、適正量を添加していただく方が良いかと思います。次に、植栽ポジション。これについては、中継から後継にちょうどいいかなと思います。なので、非常に使い勝手は良いです。状態がいいと早いんですけど、こちらの水槽、今120センチ水槽なんですけど、割と調子が良くですね、しっかりトリミング短いところで切ったとしても、もう1ヶ月以内ぐらいでバーッとね、この水面近くまで伸びてくるので、割と早いんですが、それはこちらの水槽が今120センチということで大型水槽ということもあるんですけども、ものすごく成長が早いということがありませんので、中継から後継、どちらでも使えるかなと思います。で、最後に注意点なんですけども、立ち上げ初期、水槽をセッティングされた直後はちょっと要注意です。水槽立ち上げ直後というのはソイルが新品なので、水質がかなり弱酸性の軟水の方に寄ってしまいます。そうなると、こちらのスーパーレッドだけではないんですけども、ルドビジア全体的にそういった極端な酸性、極端な軟水になると溶けてしまうことがあります。なので、水がそういった極端な水質にならないように、水質調整をしていただくことが必要となります。もちろん、水槽立ち上げ初期からうまくいくっていう方もいらっしゃるんですけども、中には、そのまま溶けちゃったとかね、空気がちょっとダメになっちゃったとかね、成長が全然見られないとか、そういったこともたまにあり得ますので、立ち上げ初期の水質には要注意ください。あとは、トリミングについても一つ注意点があって、結構葉っぱがね、こう大きく広がるような、水草になりますので、トリミングのタイミングが遅いと下の方に葉っぱにこう光が当たらなくて、どんどん葉っぱが脱落してしまうと。で、最悪茎がもう痩せちゃって根からそのまま抜けちゃうってこともありますので、伸びすぎてボーボーにならないように日々トリミングで、制御するってことが必要になります。トリミングするとね、下の方まで葉っぱに光が当たりますので、そこからまた新しい、新芽が出てきたりと、
いうこともありますので、トリミングはこまめにしていただく方がいいかと思います。でもし、もう茎が傷んで浮いてきそうということであれば、一旦抜いちゃって、新しい新芽を差し戻ししていただくと。まあ、そういうことで、対策をしていただくといいと思います。まあ、注意点としてはこの2点ぐらいなので、非常に、扱いが楽な赤系水草だと思います。ぜひ使ってみてください。はい、このような感じで今回スーパーレッドについて解説いたしましたが、今回の内容に関連する、機材、アイテム、まあ、水質調整剤とかですね、まあ、そのあたりも下の概要欄にまとめておきましたので、よろしければぜひチェックしてみてください。また、水草の育成方法、状態悪い時にどうするかとかね、水草の本来の美しさを引き出すにはどういうふうな、液体肥料の添加が必要なのかとか、まあそういったことも過去の動画で詳しく解説していますので、下の概要欄にまとめておきました。合わせてご覧いただくと非常にわかりやすいかと思います。また当店の公式ブログとも連携しておりまして、こちらも下の概要欄にブログのリンク先載せておきます。今回の内容についてテキストで、まとめてちょっと読みたいとか、もっと深く掘り下げてお知りになりたいという方はそちらのブログチェックしてみてください。もし今回の内容役に立ったという方がいらっしゃいましたら、わさび水草チャンネル登録いただければ大変嬉しいです。今後も皆様がお知りになりたい情報や、水草水槽についてもっと掘り下げて、解説をどんどんしていきたいと思いますので、継続的に見ていただければ大変嬉しいです。いいねマークでの高評価もいただければ大変嬉しく思います。では今回はこれで終わります。ありがとうございました。